株式会社天両バスは、福岡県福岡市博多区に本社を置く貸し切り、乗り合いバス事業者である。公益社団法人日本バス協会加盟。2016年までは、大分県日に市に本社を置いていた。1991年、韓国法日客事業に、九州で、初めて着手した事業者である。かつて存在した津島営業所かつては、津島営業所、薄木営業所。 浮き営業所、新文字営業所を置いていた。オリオンツアーが主催するツアーバス、オリオンバスの東京福岡か及び京阪半身、福岡間を運行していたが、高速ツアーバスの乗り合い化に伴い、2013年7月31日の出発便より乗り合いバス、OTB ライナーに移行2014年12月1日よりツアーバス時代の名称である、 オリオンバスに解消。2020年3月に新型コロナウイルス感染症の流行による緊急事態宣言を受けて運休した後オリオンバスより離脱し、天理アリナーと解消して、京阪神福岡間は同年7月9日より、東京福岡間は7月31日より運行再開。いずれも夜行便である。 いずれも博多営業所が担当する。車両はトイレなしの4列シート車で、東京福岡間では座席の前後間隔が広い縦9列シート、京阪神福岡間では一般的な観光バスと同様の縦12列シートの車両が使用される。インバウンドツアーを主力とする。上記のように2013年7月31日まではツアーバス時代のオリオンバスの運行を住宅していた。 また、特別支援学校のスクールバスも運行する。2012年9月現在の車両保有台数は43台。かつては、他社から移籍した2階建てバスの三菱不走エアロキングや日野、グランビューを保有していた。日野、グランビューは近畿日本鉄道が新車購入した車両で、最終的に、天領バスが所有していたが、天領バスで廃車となった後に、 日野自動車へ里帰りし、日野オートプラザに保存、展示されている。高速バス、高速ツアーバス貸切バス。ありがとうございます。